ロシア人の意外な風習あるある。鏡に入ってしまった魂が何かに外に見られたりするとか、左足首につけてるとゲイ、セックス希望って言ってる。違う、そっちじゃねえ。ロシア。舞台は東京。ピロシキーズです。今日も始まりましたピロのシキーズでございます。よろしくお願いいたします。今日は何でしょうか。今考えた。髪今日は髪にしてもらいました。もう難しいから。タイトルとしては、今考えたらおかしなロシア人の意外な風習あるある。適当なエピソードトーク。最近何かありましたか？日本の風習で何かありますか？日本の風習だといただきますって言う。いただきます。ご飯を食べるとき、みんな男とかがおる前では、いただきます。いただきます。って食べるのに、一人暮らしの女は自分の家ではいただきますをほとんど言っていない様子。これが風習。それが風習じゃないよ。違う。それは違いますよ、全然。まあでもさ、まあ厳密に言ったら神社とか行った時に、こう二礼二拍手で一例、そう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 。あれもでもな、みんな覚えてないと思う。あ、でも覚えてない人結構多いね。覚えてない。うちもちょっと見てたりするけど、前の人の真似するだけやもん。だから前の人がってやって誰がやってんのそれ、誰がやってんのってやったらその次の人も絶対同じように一例一拍手一例ってすると思う。そう、あ、ここの神社ではこうやるんや。まず一つ、北枕。北枕。縁起が悪いから北に向けて頭を、ね、向けて寝たらあかん。なんでなんそれは。あ、これはな、なんかこれ仏教から来てるらしい。お釈迦様が要は、亡くなられた時に北に向いてて、死んじゃった時に北の方に向けたんや。そうそうそう。だから亡くなった人は北に向けた方がいいねっていう風な感じで広まった。そっからそういう風になったんや。そう。ほんでその逆に、亡くなってない人を北に向けるのは良くないんじゃないかみたいな。でもこれも今な、仏教ではまた変わってきてんねん。実は北枕がいいってされてたりするねん。っていうのも、お釈迦様が亡くなった時、実はお腹痛めて亡くなった。だから健康が何か悪い時とかは、北に向けて寝といた方が健康にいいからそうしてたんじゃないかっていう考え方で。でもなんかそういうのあるよね。動物がなんか北に向いて寝てたりするっていう話を。そうそう。研究の結果でも頭を北に向けた方が血流がやや良くなるとかっていうのもなんか一部研究結果があるから、すごいよな。それをもしさ、仏教でさ、その昔からあるやんか、北に向けた方が血流がいいからって言ってさ、お釈迦様がさ、それを知ってて北に頭向けて病気治そうとしてたんだ。すごい、すごいな。昔からすごい分かってるってことだよね。すごいと思う俺それ。でもとにかくそれすごいなと思ってるね。そう。うちも実は北枕やねんな。じゃあ血流のいい女。うん。よかったよ。血流のいい女です。俺は何枕か知らん。考えたこともない。見てみたいね。ね。どこに向いてんねん。まあどこでもええねんけどな。どこでもいいの。うん。どっかに向いてるわ。血流良くなりたいって言わんかった。別に血流良くなりたくない。足つぼマッサージしてるもん家で。血流むしろなんか良すぎる。すごい血流も。切ってみてそれ。なんか切って血が止まらんくなったら血流いいってことやから。それ違うやろ。それなんか治す力が。なんか一生版の問題だよ。そんなことない。サラサラがすごいってことやから。サラサラすぎると。もう何の話やねんけど。練習の話してんねんけどこっち。ほんまや。ほんま。北枕は今はいい説っていう風になってきてるってことやんな。あとな、夜に爪切るとか。俺これあんま知らんかった。どういうこと？戦国時代の夜爪、短命、親より先に死ぬみたいな流れがあるからも良くないみたいな。あとね、爪には気が宿るということでダメっていうのも。夜シリーズやったら、クボ殺したらあかんとかだよな、夜。あー、なんかね。そうや、夜はええんか。夜が良くて、朝があんま殺してはいけない。あ、そうなんや。でもそれもな、なんか、日本書紀に雲の行動を天皇来訪の前兆と見ていたり、上に書いたような夜雲を盗人の先走りと言ったりしていたから。先走り？先走りって感じになったよな。え、違うのね。よだれが。まあででもクモとかってね、いろんななんか変な虫とか捕まえてくれるっていうので、でかいクモとかもあったらいいって言われるよね。ゴキブリ捕まえてくれるから、無理、足高くも無理。うん、めっちゃでかいやんな。あれめっちゃでかい。ジャンプしてな、逃げんねん、こう。ジャンプすんの？ジャンプすんねん。どういうこと？ジャンプねん。でっかいやつ。どういう話？キモいやろ。でかいのがジャンプするのに。クモ無理。あとは口笛吹いたらあかん。でもロシアでもあかん。ロシアもあかんな。でもロシアは建物の中で口笛吹いたらあかん。建物の中がいけない。なんで？お金がなくなるかなんかっていう伝えがある。うちの親もすっごいキレてたもん。ドラーって言ってた。確かに。ドラーって言って、なんとも言葉にならない言葉ですごくよく怒られて。うち結構田舎に住んでた時にすごいなんか怖い話で脅かされてた。夜とかになると昔バラバラになった人がいて、下半身が見つからない人がいて、その這いずり回ってその下半身を探してて口笛を吹いてるんだって。で口笛を吹いてしまうと徐々に近づいてきて下半身は切り取られるみたいな。で持っていかれるっていうのを言われてめっちゃ怖かった。そんなんが怖いもん。怖くない？怖くない。ピューって言ったらまたピューって聞こえてくんねんて。でまたピューって言ったらまたピューって聞こえてきて。ピューって言ったらピューって行くよな。ピューって行くよ。違う、そっちじゃねえ。ピュー。違う、ピューじゃねえ。ピューって。全然違うとこピューってしてるよね。でも日本で口笛吹いたらあかん理由は、なんか人身売買、子供を売る時の人買いを呼ぶ時に使ってたからねって。要は玄関前でピューって吹いて、うちの子売りますせみたいな。そんなことあったん？だからそれが原因であんまり良くないと。人身売買があったんだ。あったよ、それは人身なんて。あんた今までいろんなね、ビジネスがあったけど、もう世界的にどこでもそうだけど、一番儲かるビジネスは、昔もこれからもずっと人身売買。人身売買が一番儲かる。人身売買。あんたなんて一番人身売買。やめてくれよ、それイメージがもう全然違う。一番人身売買に適切なの。やめろ。いやお前は売りやすい。そう、売りやすいじゃねえよ。売るんじゃねえよ。まあでもなんか日本いろいろあるけど、他にもあるとしたら、温泉で左足に鍵をこう、鍵あるやん。鍵ってここ手とかにつけるやん。それを左足首につけてるとゲイ、セックス希望のアピール。あ、そうなん？これは我々の業界で昔あったね。てかゲイの中では分かってることで、普通の人は分かんなくて、ああなんか足につけてるんだって。でも真似した人どうなんの？だからいいね、足につけよう俺もつってなりだしたら気をつけてっていう話を。そうだったね。皆さんは左足につけないように。そう、左足だけはもう後ろからついてこられますよ。めっちゃいっぱいあるね。あるよ。ロシアもういっぱいあるやろ、多分。てかロシアで一番なんか変なのっていうのは、多分もう誰が見ても変なのってあるよね。不吉なことを言うと、それがなりませんようにっていうので、ちょっとしたおまじないをかけるのね。物を叩いたりするんだけど、3回ぐらいね。で、1、2、3って叩きながら、肩の後ろを、つばを吐くじゃないけど、本気で吐かないんだけど、まあでも、チュッチュッチュッって言いながら叩くっていうので、なりませんようにっていう。そうそうそう。だからこう、私たちの身にはそれが来ませんようにみたいな意味合いで言うよね。だからよくさ、話しててもあそこの奥さんさ、旦那が病気になって思うんで、もう大変そうで、あれもこうで、大変そうやね。旦那が病気になったら、ああもう、みたいな、なんか感じ。だからトントントンって叩くみたいな。あとはなんか、あとは何やろ。あとお花とか。お花？黄色いお花をあげると、なんか縁を切るみたいなのをらせるっていうので、あんまりあげてはいけない。プレゼントで武器渡したらあかんとかもあるな。あ、刃物ね。刃物を渡すと、何やったっけあれ。あなた敵だと認めましたみたいな。あれは敵だからな。そう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 。友達だと思ってねえから。そう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 。プーチン、まあだからよく外交の場で、刃物を剣とか渡してるよ。ロシアでは、はい、プーチンまた剣をプレゼントしていました、みたいなニュースの。向こうは嬉しそうに、おー、ありがとうございます。おーってやってるけど、ロシア国内の報道では、あ、プーチンまた刃物与えよるわ、みたいな。あ、もう敵だわ、敵だ。敵だ、なんかもう、悪いやつやなってみんな思ってる、プーチンのこと。よくね、プレゼントはよく考えてやってんのあれ。じゃあちょいちょいこう意味をこもったものを少しずつこうなんていうの与えながら分けるかなみたいな感じでやってる。そう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 、試しよるんで。プーチンからプレゼントもらった時はどんな意味が込められてるか考えた方がいいかもしれない。ああとさ、テレビとか、うん、鏡とか置いて寝てる時にその姿がそこに映ってるのがいけないみたいな。日本もやなそれ。あ、そうなんや、うん、なんかロシアとかでもさ、テレビとかにめっちゃかけたりするやんな、物を映さないために。っていうかそもそもね、ロシアの文化でもあんねんけど、家の中で誰かが亡くなった時、家にある全ての鏡にを隠さないといけない。タオルかけたりして。なんかそれもあるね。そう、それはなんでかっていうと、魂がその中にパッて入ってしばらく閉じ込められてしまう可能性があるから、そこから出てこれんとなったら困るからみたいな意味合いで一気に全部そこを隠して隠すので、ちゃんと天国行けるように。そうで、そこからなんか来てる気がする。鏡に入ってしまった魂が何かになんかずっと見られたりするとか、なんかそういうことちゃうよ、なんかに知らんだよ俺。だから映さないためにするんや。まあとにかくよくないってことやんな。そうやな。あとは俺映してるけどな。映してるの？映してる。なんでなん？なんか一応な、なんかかけてんねん、タオルみたいな。かけてる。でも下にやっぱあるからちょっと映ってるから、まあいっかと思って、俺のね姿見てもらおうと思って。誰に見てもらう？誰も見てくれないの俺のね姿。誰に見てもらう？幽霊にでも見てもらわんと誰も見てくれない俺の可愛い可愛い寝顔を。じゃあ今度ちょっとカメラを仕掛けよう。ね、姿を撮る。いや、いらんよそんな。あとはね、結婚式。結婚式で夫婦が皿を割るんだよね。うん。みんなでご飯を食べる前に、そのなんか入り口で入る前に皿を二人で持ってパンって割って、それをまたいでいくんだけど。共同作業やな。そう、なんか皿を割るとその夫婦が末永く喧嘩もなくなんか暮らしていけるみたいな。てかなんかそもそも皿とかなんかコップとかなんかが割れるっていうのがなんか悪運吸ってくれたみたいな感じで思うよな、ロシアの人。それがもう起きたからここでそれをまたいで、私たちはそれを乗り越えるよっていうことで。ああ、なるほどね。いいやんいいやん。っていうのでやるらしいねんね。素敵素敵。うん。めっちゃ適当やな。なんで結婚そんなに興味ないねん。腹立つねんもう。結婚聞いた。有吉と夏目みくが結婚したのもさ、もう幸せ満点、もう素晴らしいね。あれ前のなんか動画とか見るとなんかちょっとイチャイチャしてるっぽいな。そう。いいな。終わり。シュールだと思うよ、結構ね、そんなことやってたら。てか、やりすぎ、落ち着け、落ち着いて、ブラス